名古屋の入管施設で収容中に死亡したスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんの遺族と弁護団が今日会見を開き、亡くなる前の様子を記録した監視カメラの映像の一部を公開しました。公開された映像にはウィシュマさんがベッドに横たわりながら病院に連れて行くよう職員に求める様子などが確認できます。これは遺族が国に対し必要な医療を提供しなかったとして損害賠償を求めた裁判で、国側が証拠として提出した映像の一部です。亡くなる数時間前の映像も記録されていて、遺族はどれほど姉を入管が苦しめていたのか、姉のような犠牲者が出ないよう日本の皆さんに見てもらいたいと語りました。